はい皆さん毎度毎度うちはパーマ屋だからねパーマのネタしかないねあまあ毛染めっつったらね白髪染めぐらいでねあまりオシャレ染めってのはやらないかんね今までねパーマのこといろいろ語ってきてねあのー、2ヶ月おきにパーマかける方は5分の放置時間がいいとかねこうした方がいいああした方がいいってねそんなのはさお客様の紙質とか状況によってね刻々と変わるものでね 1な一つのなんか自慢話をしてるだけみたいな感じってば感じだよね聞いてる方もねこういうやり方があるんだこういうかやり方があるんだある本当に一例としてね考えてもらいたいよねだけどねあの間違いっていのもあるからね一液をかけてから縁石で加熱するとかねロットねあの水巻きだろうがつけ巻きだろうが巻き終わってからあの一液かけて放置時間をね 40分、も置くとか50分、も置くとかねかかるまで置くんだみたいなねそういうい間違えたのってなるよね、まあ、それ以外ね、縁石で加温しない、1液を塗布したら20分以内にとにかく2液はつける、もうゲームオーバーってことだよね、20分超えたらね、まあ、そういうルールを守ればその範囲だったら何をどうやろうとね。 あの、白髪のお客様、かかりやすいから1分でうちはかけるんだとかね。という店のさ、先生に言わせるとね、その他のやり方ってのが全て間違いに思ってしまうつのそれだからダメなんだよ。1分で2液つけるんでって真面目に思ってね、全ての頭を1分でやっつけちゃうつのそういう先生に言わせたらね、そのやり方が正解であってね、5分も置くから失敗なんで、8分置くからもっと失敗すんだよ、みたいにね。 でまあ、その先生にはその先生のやり方があってねそれすべてじゃないってことだよねで若い時ってなんか自分のやり方がすべてだと思ってねで自分のやり方をみんなに押し付けちゃうってなるよね自分もそうだったからねよくわかんだよねでね1個のことを覚えるとねもうそれがすべてだと思ってね俺天才じゃねえって勘違いするんだよね <laughs> 本当にねそういうのってね我々の年齢おっさんになってね 本当におっさんになんないとね、おっさんじゃないの、もうおっさんも終焉した頃になんないとわからないっていうの、いろんな考え方があるっていうのがね。はい、お疲れ様でした。